remember us to bid farewell to our friends on FM 95.5 and FM Thailand, for listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は2月15日土曜日です。ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースです。国王王妃両陛下が納言岳島県で起こった乱射事件での犠牲者の家族らに哀悼の意を表されました。先週末、乱射事件が発生した納言岳島県のショッピングモールで大規模な清掃作業が行われました。新型コロナウイルス COVID-19 の流行によって ASEAN が被る損失は24億から34億ドルに上るものとみられています。武漢から帰国したタイ人138人のうちCOVID-19 に感染していた患者1人が11日の夜退院しました。では最初のニュースです。国王皇嗣両陛下が納言岳島県で起こった乱射事件での犠牲者の家族に哀悼の意を表されました。国王陛下と王妃陛下が先週末、納言岳島県で凶悪な兵士によって殺された犠牲者の家族らに哀悼の意を表されました。両陛下はまた息の中ターミナル21の中に閉じ込められていた人たちの忍耐力と助け合いの精神を称賛されました。両陛下は12日政府放送局を通じて発表したこのメッセージの中で、また事件の解決に努めてくれた警察官や地元の公務員、兵士、医師、看護師、それにボランティアらも称えられました。不動産売買をめぐっての金銭トラブルが原因となり、チャカパン・トンマ陸軍総長が引き起こしたこの乱射事件では、犯人を含め30人が死亡しました。国会では12日、この事件で犠牲になった人たちを弔うため、議員らが1分間の黙祷を行いました。その後開かれた議会では、納言岳島県選出の不破大東所属議員、コーソン・パタマ氏がプラユット首相に対し、この事件での死傷者の家族に対し、政府が公平に保証金を支払うことを約束するよう求めました。同議員はまた、このような悲惨な事件を再発しないよう、管理対策を強化するよう求めました。また、納言岳島県選出の他の不破大東所属議員、シラシット・ラート・ドゥアイラーブ氏は、
たった一人の不穏な兵士が武器庫から多数の銃と弾薬を盗み出せたということはどういうことなのか。このような不穏な兵士が 2,30 人もいれば、彼らは戦車を盗み出すこともできるのではないかとの疑問を呈しました。次に、先週末乱射事件が発生したナコンラ豊島県のショッピングモールで大規模な清掃作業が行われました。乱射事件の現場となったナコンラ豊島市内にあるショッピングモールターミナル21では12日大規模な清掃作業が行われました。同ショッピングモールは13日から営業を再開しています。12日、ナコンラ豊島市内では、犯人が銃を反射した同ショッピングモール周辺、サッタタム寺院、それにスラタム・ピタック兵舎の3カ所で、ボランティアや兵士、警察官、それに地元の公務員らによる清掃作業が行われました。ナコンラ豊島県の一円チャンカラノタイ知事は、清掃作業を終えた後、ターミナル21が営業を再開する13日には現場で短文の儀式も執り行う予定だ。今回の乱射事件で犠牲になった人たちに向けた寄付金の額は水曜日の午前8時時点で3070万バーツに達している。今回の事件で死亡した人たちの家族には1家族につき30万バーツ、また怪我を負った人の家族には10万バーツをとりあえずの2枚金として支払っている。寄付金の額が5000万バーツに達したら、死亡した人の家族にはそれぞれ100万バーツの2枚金を支払うつもりだと述べました。次に、新型コロナウイルス COVID-19 の流行によって ASEAN が被る損失は24億から34億ドルに上るものとみられています。大手民間銀行系の調査会社カシコンリサーチセンターは、新型コロナウイルス COVID-19 の流行によって ASEAN が被る損失は24億から34億ドルに上るものと思われるとのレポートを発表しました。このレポートでは、COVID-19 の流行が半年間続けば、今年の中国の経済成長率はこれまでの予想より 1% 低い 4.7% になる可能性があり、そうなれば ASEAN の経済価値も ASEAN 全体としての GDP の 0.07% から 0.11% に当たる24億から34億ドル下がることになるだろう。タイが被る被害は中程度で、タイの GDP の 0.09% から0.13% に相当する、5億から7億ドル程度になるだろうと見積もられている。このレポートではまた、ベトナムやシンガポール、ラオス、それにカンボジアの経済は中国への依存度が高いが、タイ経済の中国依存度は中程度だとされています。次に、武漢から帰国したタイ人138人のうち、 COVID-19 に感染していた患者1人が11日の夜退院しました。中国武漢から帰国したタイ人138人のうち、 COVID-19 感染治療のため今月6日からチョンブリ県パタヒック海軍基地内にあるクイーンスレキット病院に入院していた患者1人が11日の夜退院しました。同病院の令和副院長によりますと、この患者は武漢から避難してきた後、海軍基地内にあるゲストハウスで14日間隔離されている他の136人の避難者らと一緒に検疫を受けていたということです。同医師はまた、今月4日から入院しているもう一人の患者の容態も安定的に改善してきており、近く退院できる見通しだと述べました。今日お伝えしたニュースは次のとおりです。国王王妃両陛下で、ナコンラ豊島県で起こった乱射事件での犠牲者の家族に哀悼の意を表されました。
先週末、ガラス事件を発生したマコンダトスメトのショッピングモール、大規模な清掃作業が行われました。新型コロナウイルス、COVID-19 の流行によって、アセアンの公務損失は24億から34億ドルに上るものとみられています。武漢から帰国した大臣138人、COVID-19 に感染していた患者1人が11日の夜退院しました。続いてニューステンポです。今日は継続されている干ばつ被災地域21県への支援というニューステンポをお伝えします。災害防止軽減局は北部、東北部、それに中央部にある21の県を干ばつ被災地域に指定し、これらの県への支援を続けています。同局では関連する他の機関と緊密に協力し、それぞれの地域特性に合わせた形で干ばつ被災地への支援を提供しています。これらの支援には水の汲み上げや井戸掘り、給水確保、それに遊水地の整備などが含まれています。干ばつによる被害を受けている人たちは同局のホットライン1784に電話することで、いつでも支援を求めることができます。この選手の期間中も、さまざまな活動向けに十分な水を確保できるよう、政府は全国民に向け、節水に努めるよう呼びかけています。一方、プラユット首相兼国防大臣は、今月12日、北部パヤオ県を訪れ、同県での水資源管理や同県最大の自然水源ノーン連載の開発状況を視察しました。ノーン連載は北部上部における最大の湖で、地元の人たちが供給しているパヤオ湖への流水を促進する主な水源ともなっていました。現在ノーン連載のほとんどが浅瀬となっています。このためパヤオ県はパヤオ湖開発プロジェクトの一部として、ノーン連載の開発計画を進めています。この開発プロジェクトには、水路の清掃や、包みや水門の建設、水の流れを妨げているホテイアオイの除去のほか、ノーン連載を観光地や公園として開発することも含まれています。首相は地元民に向けても、ノーン連載の保存や、持続可能な形での水管理開発を協力する必要を強調しました。今日は継続されている干ばつ被災地域21県への支援というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオ対談の宮井義明でした。日本時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から19時に放送しております。本日の放送は終了いたしました。This program can be heard from 1700 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.